イギリスのフラッグキャリア、ブリティッシュエアウェイズのコンコルドフラッグキャリアとは、特定の主権国家で現地登録されており、国際的な業務を行うために、政府から与えられた優先的な権利や特権を享受している、航空会社や海運会社などの輸送会社のことである。歴史的には、この用語は、自国の政府が所有し、その国の国民性に関連する、 航空会社を指すために使用されていた。このような航空会社は国によっては法的に異なる意味を持つ場合もあるが、ナショナルエアライン、またはナショナルキャリアとして知られている場合もある。今日では政府所有であるかどうかに関わらず、自国との強い結びつきを持つ、あるいは自国を国際的に代表する国際航空会社のことを指している。 航空機や船舶にその国の国旗を表示することを義務付ける法律があるためフラッグキャリアと呼ばれることもある。例えば、米国の方フラッグキャリアという言葉は各国が国有航空会社を設立した時代の名残である。その後、航空会社の設立と運営には高い資本コストがかかるため政府が主導権を握るようになった。パンナム航空 TWA キャセイパシフィック航空、ユニオンでトランスポート、エリアンズ、カナディアンパシフィック航空、オリンピック航空はすべて民間企業であった。これらのほとんどは主要な国営航空会社であり、しばしば海外での自国の存在感を示すものであったため、フラッグキャリアと考えられていた。1948年の LR 航空のダグラス。 DC-4 厳しく規制された航空業界はまた航空権が政府間で交渉されることが多く航空会社が開かれた市場に参入する権利を否定することを意味していた。バミューダ1号協定やバミューダ2号協定に似た2国間航空協定では現地で登録された航空会社にのみ与えられる権利が規定されており一部の政府は 外国との競争で不利になることを避けるために航空会社の活性化を余儀なくされている。また、イスラエルの LR 航空やレバノンのミドルイースト航空のようなフラッグキャリアを設立する国もあり、それらは国水主義的な理由やその国の経済、特に観光分野の支援を目的としている。多くの場合、政府は補助金やその他の財政的インセンティブを通じて、 フラッグキャリアの成長を直接支援している。国内で登録されている他の航空会社による競合他社の設立は禁止されているか、直接の競争を避けるために厳しく規制されている場合がある。民間の航空会社の設立が許可されても、特に航空券の国内市場、または国際市場への配分においては、フラッグキャリアが優先的に割り当てられる可能性がある。 しかし、過去30年の間に、ブリティッシュエアウェイズや日本航空、エア、カナダやカンタス航空などの先進国におけるフラッグキャリアの多くは、その後、公開会社や国営企業として法人化されるか、完全に民営化された。航空業界も徐々に規制緩和と自由化が進み、特にアメリカ合衆国と欧州連合では、オープンスカイ協定の締結により、 より大きな空の自由が認められるようになった。このような協定の特徴の一つは、ある国が複数の航空会社を指定して、国際路線を運航する権利を持たせることであり、その結果、単一のフラッグキャリアは存在しない。ありがとうございます。